キャシディ・ライリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ルイジアナ州ウェストモンロー出身。6歳の時にアブドーラザ・ブッチャーの写真を見たことや、8歳の時に母親とおばにクリスマスプレゼントでレスリングのタイツをもらったことでプロレスに興味を持ち始め、ライリーはダラスでロリー・デュード、テリー・テイラー、トミー・ロジャースの下で8ヶ月トレーニングを積み、1995年に テネシー州ブライトンでデビューして北部のインディー団体で活動をするようになる。1999年には NWA ミシシッピやナッシュビルに拠点を置くミュージックシティレースリングに参戦している。MCW ではエア・パリスと共に MCW タッグチーム王座を獲得している。しかしパリスは WCW と契約してしまったためにチームは解散となる。その後は バート・プレンティスの USA チャンピオンシップレスリングで活動をし、2000年に入ると WCW ・プレンティスと共にナッシュビルで WCW のレスラーを育成をしつつ、レスラーとして活動するようになり、WCW が WWF に買収されるまでレスラーとトレーナーを続けていた。WCW 離脱後は新たにチェイス・スティーブンスとタッグを組み、ホットショッツを 結成、2002年7月にティネとフルタイムでの契約を交わし、アメリカモストウォンテッドと交想を開始するも10月にリング外でのトラブルを起こしたために一時的にティネから離脱してしまう。2004年に復帰し、レイベント交想をした後にダスティ・ローデスとタッグを組むようになるもダスティがティネを離脱したためにシングルで活動するようになる。二千五年七月上旬になると、 アビスとの試合後に臨チをされていると、レイベンが救出に来るもののアビスに帰り討ちにされてしまう。レイベンと共闘体制を取るようになり、中旬に行われたノーサレンダーでは、レイベンの服装で観客席に登場している。PPV 終了後は、ジェフ・ジャレットとライノに狙いを定めて行動していた。8月のサクリファイスや9月のアンブレイカブルでは、 レーベンのセコンドとして登場している。レーベンがラリーズ・ビスコと抗争を開始したために、レーベンを援護する意味で抗争へ参加するものの2007年、初頭にティネから離脱している。ティネ離脱後は、WWE の ECW にジョバーとして参戦、マーカス・コーバンと対戦している。その後 WWE とディベロップメント契約を交わし、下部組織である、 オハイオバレーレスリング、オハイオバレーレスキングで、キャシディライリーのリングネームで活動するようになる。弟のケイシー・ジェームズとのタッグで一度はタッグ王座を獲得するものの特に活躍をするわけではなく2008年2月に解雇されている。ありがとうございます。